ました。さあ今回の動画は私がジクアクアの中でトレーニングとして使っている、アイテムを3つご紹介します。特に1番目と2番目は使っています。3番目は、ジクアクアではなくてトレーニングプログラムで使っています。すべて3つとも骨盤の安定と膝の安定、この2つを狙っています。ではまず最初の動き、1番目の動きは方向筋という股関節をしっかりと立ててしまう、この恥骨から膝の内側に入っているような筋肉を少し使っていきたいと思います。と最初のポジションは4の字固めの4という字ですね。でこれの状態で水中では、軸足から離して上げていただきます。フリングですね、フリング、この状態です。サッカーボールサイドインキックと一緒です。そして体重は軸足に残したまま横にトゥータッチとトゥータッチですね、つま先ちょんと置きます。もう一回ゆっくりこういう状態です。そしてキュッて下に置きます。でこれ結構早くやるとフーンで力入れます。ポイントはアクアダンスのように手で例えばタッチを最初はつけて分かりやすくしてもいいと思いますが、こうなってだんだん胴体ツイスト腹斜筋になっては困りますので、この手はずっとここにあってほしいというのが私の狙いです。ですのでまあ手でタッチというのはなくて、なんとか軸の親指小指、こちらの足ですよ、こちらの足の親指小指かかとも全部つけて、そしてここのまあ腹筋でいいですか、腸腰筋のところを少しグッと引き伸ばした状態でこちらだけをグッとボールをポーンと向こうに、そしてサッとこちら側につま先だけつくだけで大丈夫です。ちょっとやってほしくないのがというような体重移動です。もう軸をセンター、まあその動きのセンターに持っていき、運動足の股関節から膝軸、膝からかかと軸、それがくの字になるようにしていきます。そして上体はまっすぐ股関節から首の軸を安定させていきましょう。これが一つです。一つやったら反対側の足をやってください。次です。二つ目はこれの反対ですね。この状態だと股関節の外旋外転移ということになります。今度はこれが逆で内旋です。ただ内転しません、回し蹴りではありません。内転せず外転のまま内旋します。その代わり膝の伸展を真後ろに持っていきます。でグッ、運動の名前はハードラー、ハードルを飛ぶという意味です。しっかりハードルをまたぐ動作ですね。この時に今度は逆、さっきと逆で手を使って全身運動にしていきます。このようにハードルを飛ぶ、ハードルを飛ぶ、ハードルを飛ぶという形です。横から見せますね。この状態から、脇腹が絞れます。ほい、必ず使いましょう。これがハードラーが2つですね。結構軸アクアの中のトレーニングに入っています。では次3つ目は私のトレーニングプログラムの中で皆さんにやっていただいてます。横から見せますね。まあいろんなことをやった中で最終的には片足立ちになり少し前傾になってもらいます。そして片方の足を後ろに持ってってもらいますね。基本的にお尻の、まあ、股関節の伸展はまあ15度ぐらいですので、これ以上高くしたかったら上半身の、 あの軸足の屈曲がいります。こういう状態ですね、まあ、振り子と一緒か、こういう状態ですね。でこの時に膝曲げていただいて、一旦ここで太ももの前、四頭筋を使っておきましょう。四頭筋をしっかり使った後に
お尻の上の部分、下の部分ではなくて上の部分からスーッと先ほどの位置まで持っていきます。そしたらこの位置のこの膝の位置でかかとを上げてハムストリングです。これがキュンって膝が前に出てしまうと、まあ、お尻が伸びていますのでお尻は上げたままで膝を曲げてハムを使いたいんですね。なので1、2、3、4です。膝、かかと、お尻、かかとみたいな、まあ、号令をかけたりもしますが、腰筋としましては腸腰筋、大腿四頭筋、臀筋、ハムストリング、この4つをずっと止めどなく、どこが始まりどこが、終わりってことはなくてシューって使っとくことで骨盤の周りを少しずつです。注意するのは内転筋の力が抜けてはいけないので、正面から見るとよく男性が多いんですが、だんだん足が開いていっちゃう。こういうふうにしてこういうふうにしてこういうふうにしたいのがだんだんと開いていくのが一番多いですね。あと、高齢者になりますともう四頭筋が硬いですし、ハムストリングが使われない生活を意外としてますので、ここまで足が行くんだけどかかとをアップするときに膝が、まあ、どうしても戻ってきちゃうんですね。そういう場合はあまり厳しく言っていません。もう体の機能として衰えたところなので、水中で水の4大特性を使ってコンティニュアンスにやることで忘れかけた機能が戻ってくるかもしれないじゃないですか。なのでパッと見て膝が引いてるなっていう方もまず数をこなしていただいてます。そしてその中で徐々に太ももの前の柔軟性ができたりハムの強さができてくるとそれができるというのを、まあ、お待ちする立場ですね。じゃあ最後に1回だけまた一緒にやりますね。で最後はこれを早くします。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、速いテンポ、まあ要するにバイシクルです。バイシクル、バイシクル、バイシクル、バイシクルですよね。ゆっくり自転車です。ところがめちゃめちゃ速くなると三輪車になっちゃうんですね。座席の前だけで漕ぐようになります。これはちょっとね後ろが使われてないのでしっかりとこういった状態でクッといく、これは注意したいところですよね。できる方はそちらを、でもうご高齢でとても後ろ側に足がいかない方は、まあ、三輪車を漕いでいただくだけでもとりあえずは血流は上がりますので、よしとしてるっていうような感じです。この1つ目の、まあ、方向筋を使うような動き、2つ目の体全体でのローリングですね、ハードラーですね。そして、3つ目の骨盤の周りの筋肉を細かくバランスよく鍛えていくっていう状態で、皆様の骨盤のこう前傾後傾もしくは背骨の不具合をうまく調整できるようなトレーニングにしていただいてます。いつも見ていただいてありがとうございます。いかがでしたか。また2ヶ月後にお会いしましょう。